私は学生の頃、ある町のハンバーガーショップで、メンテナンスマンのバイトをしていた。閉店後の店内を、翌朝までに掃除する仕事だ。私と K さんの二人でメンテに入った時のこと。4時頃には一通りの掃除を終え、仮眠を取るために2階の客席へ上がった。照明を消し、ベンチの上に横たわってうとうとしていると、K さんに肩を叩かれた。1階の方で物音がする。という。階段のところへ行って耳を澄ますと、厨房で回している洗濯機の音に混ざって、かすかに声のようなものが聞こえた。階段を降りて、恐る恐る厨房の方を覗くと、洗濯機の前に人影が立っているのが見えた。ジーンズに T シャツ姿の若い女。洗濯機の中を覗き込んで何事かつぶやいている。おい。私が声をかけると、女は振り向いてこっちを見た。昼勤のバイトをしている N 美だった。活発な感じの子で、メンテ仲間にも人気がある。今は心なしか顔色が青白く、うつろな表情。10秒くらい?無言でこっちを見ていたが、おもむろにキビスを返し、私たちのいるところからは死角になっている厨房の奥に向かって、小走りに消えた。二人揃って後を追い、角を曲がって奥の方を覗く。誰もいない。厨房のその一角には冷蔵庫とシンクが置いてあるくらいで、人が隠れるスペースも、他へ通じるドアもない。一応冷蔵庫を開けたが、中は食材がいっぱいに詰まっているばかり。私と K さんは、しばらく呆然として立ち尽くしていた。あれ、N 美だったよな。K さんの声は震えていた。幽霊ですかね。なわけねえだろ。N 美生きてるじゃねえか。いや、たった今、死んだとか。バカ言ってんじゃねえよ。もう仮眠どころではなく、二人ともいつになく丁寧に掃除しながら朝を待った。作業日誌に N 美のことは書かなかった。絶対本気にされないだろうと思ったからだ。家に帰って昼まで寝て、午後の講義を受けた。帰り道、遠回りをして店の前を通った。カウンターの向こうでキビキビ働いている N 美を見て、私は少し安心した。次のメンテは、友達の Y と一緒だった。仕事に入る前、事務所で前回に見た出来事について話すと、Y の顔色が変わった。聞いてみると、先週のメンテで一緒になったやつが、N 美を見たのだという。俺が2階で掃除してたら、そいつがパニクって上がってきてさ。開いた冷蔵庫の扉の前で、N 美が立って中を覗き込んでいたんだって。そいつが声をかけると、N 美は冷蔵庫の中に消えた。もちろん、冷蔵庫の中に人が隠れるスペースなどない。あれなんじゃねえの、生き霊ってやつ。私が茶化すようにそう言うと。でも、生き霊って、恨み持ってるやつのあれだろ?N 美そんな感じじゃないよな。と言い返された。確かに、N 美はサバサバした感じの子で、誰かを恨んだりするタイプには見えない。夜中、店に忍び込んだんじゃねえの?なんで?何のために?金は事務所に持ってっちまうし、理由ないって。無遊病とか。どうやって店に入るんだよ。それに、消えたってのはどう説明するんだ?結局、何の結論も出ないまま、店の営業が終わって時間切れとなった。その日の仕事は、私が2階、Y が1階という風に分担してやることにした。客席の床を拭いている最中に下から声がした。手を止めて耳を澄ましていると、今度は叫び声が聞こえてきた。Y の声だった。私は慌てて階段を降りた。カウンターの向こう、階段の裏側にある倉庫の前、Y が床にへたり込んでいた。目を閉じて何事かつぶやいている。大丈夫か?何があった?Y は目を開けると、怯え切った表情で。上へ連れてってくれ。とだけ言った。20分ほど経って、ようやく落ち着きを取り戻した Y は、さっき見た一部始終を語り始めた。Y は床の掃除をするため、掃除機を出そうと倉庫の扉を開けた。中に N 美がいた。青白い顔、うつろな表情。驚いて後ずさった Y の目の前を通り過ぎ、N 美はまたもや奥の方へ消えた。それで Y は腰を抜かしたのだという。やばいよ、やばいって。明日店長に行ってみようぜ。私は本気でビビっていた。Y はうつむいたまま黙りこくっていた。帰る際になって、Y が私を捕まえていった。昨日のこと、俺が店長に話しとくから、お前は先に帰ってくれ。
だけど、俺の話もあるし。いや、それも俺が話しとく。いいから、任せてくれよ。Y のいつになく強い口調に蹴押されて、私はそのまま帰ることにした。次のバイトを探そうと真剣に考え始めた。次のメンテに入った日、N ミが何の連絡もなく無断欠勤していた。今までなかったことなので、心配した店長が N ミのところに電話したが、誰も出ないらしい。私は内心めちゃくちゃ怯えながら掃除をしたが、その夜は何も変なことは起きなかった。翌日の夜、早めに寝ようとしたところで電話がかかってきた。Y からだった。ちょっと話がある。そっち行っていいか？声が妙に沈んでいたので何事かと思ったが、20分後に現れた Y は、案外普通に見えた。どうしたんだ？いや、N ミのことなんだけど。昨日、いきなり休んだらしいな。知ってる。電話しても出ない。アパートにもいないんだ。アパートにって、お前。うん、ちょっと前から俺、N ミと付き合ってたんだ。そう言って、Y は N ミとのことを話し始めた。Y が N ミと付き合い出したのは、ここ1ヶ月のことだった。N ミは親元を離れ、一人暮らしをしていた。Y は何回か N ミの部屋に行ったらしい。付き合っている最中の N ミは、明るい普通の子だった。だから、N ミの生き量？の噂を聞いた時も、Y は嘘だと思って相手にしなかった。ところが先日の深夜、私と一緒のメンテの際に、Y は自分の目で N ミを見てしまった。私にはああ言ったものの、Y は店長には何も話さなかった。そして、その日の昼に N ミに会って話をしたそうだ。最初は、何言ってんの？と笑っていた N ミも、Y の真剣な表情に怯え出した。最後には二人して黙り込んでしまい、結局、気まずい雰囲気でその場は別れたらしい。翌日の夜、Y の家に N ミから電話があった。昨日の話題は出なかった。ただ、N ミはやたら昔の話をしたがった。Y との思い出、一人暮らしを始めたきっかけ、子供の頃の記憶、両親のこと。やがて、昔付き合っていた男の話までしだしたので、鬱陶しくなった Y は、半ば強引に電話を終わらせてしまった。その次の日なんだ、N ミが姿消したの。Y は昨日の夜、つまり N ミが無断欠勤した日の夜に、N ミのところへ電話した。しかし、N ミは出ない。アパートへ行ってみると、ドアの鍵が開いている。中へ入ると、N ミの姿はなく、部屋の中が妙に整頓されていた。嫌な予感。Y は近くの公衆電話で、以前聞いた N ミの実家の電話番号をプッシュした。電話はすぐに繋がり、N ミの母親が出た。Y は単刀直入に聞いた。N ミさんは、そちらに戻っていますか？しばらく沈黙があり、やがて重々しい口調で返事が返ってきた。N ミは死にました。半年前に、自分の意思で。なあ、どう思う？Y は顔を歪めながら聞いてきた。俺、N ミのお袋さんに、N ミのこといろいろ聞いたよ。人違いかもしれないと思って。でも、顔や体の特徴、性格、話し方、子供の頃の記憶。同じなんだ、何もかも。俺が知ってる N ミと、半年前に自殺した N ミ。同一人物としか思えないんだよ。私は呆然とするしかなかった。N ミがバイトをしている姿は、私も Y も K さんも、他のバイト仲間や店長も見ている。何百人という人が、N ミの手からハンバーガーを受け取っているはずだ。それが全て幻だったとでも言うのか？ N ミは幽霊だったのだろうか？俺、家に帰ってから N ミの写真を見たよ。そのままだった。何も変わっていない。俺の記憶のままの N ミが写ってる。あれが N ミじゃないなら、誰なんだ？ Y は泣いていた。私はなんと慰めていいのかわからず、Y と一緒になって泣いた。結局、私や Y が知っている N ミの行方は、それっきりわからずじまいだった。バイト先に残されていた、N ミの履歴書に貼り付けてあった学生証のコピー。そこにあった学籍番号は、別の学生のものだった。N ミの部屋は生活の痕跡が残されたままで、預金通帳や現金もそのまま残されていた。これは、誰かが仕組んだ手の込んだいたずらなのか？誰もがそう考え始めた頃、Y が死んだ。見通しのいい直線道路。Y は急に歩道から飛び出し、タクシーに轢かれた。
遺書の類は残されていなかった。自殺なのか偶然なのか分かろうはずもなかった。ただ、私には思い当たる節があった。気になることがある、と言った方がいいかもしれない。N ミが消えた翌日、私の部屋へ来た時、Y が話していたことがもう一つある。Y が階段裏の倉庫で、N ミを見た時のこと。Y は、目の前を通り過ぎてそのまま走り去ろうとする N ミに、思わず声をかけた。おい、待てよ。N ミは足を止め、ゆっくりと振り返った。次の瞬間、N ミの目が驚いたように見開かれた。そのまま一生じっと見つめている。Y はその視線を追い、倉庫の中に目をやった。そして Y は、そいつを見た。倉庫の奥に座っていたそうだ。Y は恐怖のあまり腰を抜かした。目を閉じて、ひたすら祈りの言葉を繰り返す。やがて、大丈夫か?という声がして、Y はようやく目を開けた。目の前に私の姿があった。ほっと一安心したそうだ。で、私の肩越しに倉庫の中を見た。薄暗闇の中、そいつがゆっくりと立ち上がろうとしているのが見えた。一刻も早く、その場を離れないとやばいと思ったそうだ。上へ連れてってくれ。だから Y はそう言った。そいつについて、Y はそれ以上何も教えてくれなかった。私が何を聞いても返事をしなかった。怯えていたのかもしれない。ただそいつを見たとき、Y は恐怖と共にある予感を抱いたのだという。N ミとはもう会えないかもしれない。Y はその時、何かを諦めたんだと思う。うまく説明できないけれど、きっとそうだ。だから、Y の死因は自殺ではないと思う。双子?いやー、あんた長文書く人の鏡だね。素晴らしい。久しぶりに感動した。力作だ。ほんと、すげえな。普通の長文と違って読み続けるのが苦痛じゃなかったし。モレ長文嫌いなんだけど、これは一気に読めた。内容はややこしくて、わかりにくかったけど。最後に出てきたそいつってなんだ?化け物?あ、でも面白かったよ。また書いてね。そいつ、イコール将軍様。なんかミステリチックな話だね。柴田良樹が書きそう。今からそいつを追求するスレになりました。そいつ、イコールタモリ。そいつ、イコールアンドレ。そいつは、Y のドッペルゲンガーである、とマジレス。